皆さんこんばんは、ギタリストの達也と言います。今日はね、待ってましたと言わんばかりの曲を、取り上げてみたいと思います。その曲はね、マイク・ブルームフィールドがやっています、スイフト・ショップ・ラブという曲ですね。このギター、何をやっとるんかというところね、ちょっと、見ていただきたいと思います。テンポがね、ちょっと早い曲なんですけど、落としてテンポをゆっくりにして、やってみますんで、気になってたという方はね、日本で20人ぐらいいると思うんですけど、多分ね やってみてください。とてもね、難易度高いので、コテンパンにね、やられてください。結構上級、マイク・ブルームフィールドさんは、ちょっと話しますけどね、僕大好きなんですけど、エレキギター、エレクトリック・ブルースの、視点で言うと、すごくね、ファンも多いんじゃないかと思いますけど、僕はね、アコースティックギターが、の世界が大好きなんですよね。マイク・ブルームフィールドが弾くアコースティックギターね。で、この曲に関してもね、もう15年以上 取り組んでるんですけど、いまだにね、この謎、謎、謎だらけなんですよね。何をしよるんかいうところだけに関して言えば、大体調べはついたというところですね。アコースティックギターをやるにはね、あまり良くない教材かもわかんないんですけど やってみてください。僕はね、これも自分のテンポでやるようにしてるんですよね。自分のその時の気分の、タッチでね、やってますね。はい。ぜひね、原曲聴いて、僕のこの動画も参考にしてみてください。はい。まずイントロ部分、ゆっくりやってみたいと思います。こんな感じですね。左手の小指はね、1弦の3フレットに置いて、その音からスタートしますね。マイク・ブルームフィールドさんがやっているイントロ、こんな感じになるんですけどね、本人のもっとこう癖のある弾き方をね、真似てみるのもいいんじゃないかと思います。僕の場合ちょっとさらっとしてますけどね。特徴は、キーは C で、 G7 に行った時はね、この3弦の3フレット小指でこう、2弦の開放と合わせて上げたり、2弦の3フレットをね、こうと1弦の開放をこう絡めてあげると、ここもありますね。2弦の4フレット、バリエーションがあるのでね、その辺もやってみてください。ベース音がね、 G7 の時はこう C に向かう、こういう感じですね。 G7 の時で F が出てくるんですけど、 F の時は、2弦の3フレット小指でね、こう上げてあげるんですね。ベンドしてあげる、ベンドアップっていうやつですね。
じゃあ次はね A7 が出てくるところからやってみたいと思います。特徴はやっぱ A7 はこの押さえ方ですね。で、ここねこう、2弦の2フレットと1フレットこうっていうふうにやってますね。D7 はね、僕はこういう風に押さえてます。5弦は鳴らさずに、親指で、ここですね。F シャープの音を押さえて、これを一番低い音に持ってきてます。まあ、ここが D7。1弦はね、開放にしてますね、僕はね。まあ、こういう押さえ方でもいいし。僕は最近この押さえ方やってます。2弦の1フレット、こう。したり押さえたりすると。で G 線、こう B に向かって弾くんですね。弾くんですね。C7 に向かうときはね、こう。2弦のね1フレットを離してあげて、ここに半音階でセブンスに向かってる。で F シャープディミニッシュですね。3フレットですね。それが4フレットにいて、ここに音はここに行くやつですね。それがここで1弦3弦の開放で行ってます。はい、その次のね F7 は僕はこうちょっと変な押さえ方なんですけど、こういう感じですね。小指が3弦のじゃないな、小指が1弦の3フレットにこう来てますね。中指以外は全部使ってますね。これ、まあ、この方が音的にね雰囲気が出るんで、これだとちょっと僕、難しくてできないので、こういう風にやってますね。まあ、5弦は無視してるって感じで、次はね、こう、ルートをね G に持ってきて、こう C を鳴らしますね。で E7 にこう、こっちの E7 にですね、5弦の C を7フレットまでずらして、
コード、まあ、3弦は鳴らさない方がいいですね。でまた C に戻って、次はね A7 また出てきますね、ここは、こういう感じ、ちょっとこう悲しい感じ出してますよね。で次がね D7A7D7 とこう素早く変わりますね。これ C ですね。でもう一回ロング A で、こういうふうにやってますね。僕は Dm6 という2弦を開放にした押さえ方をねやってますね。で D7 で F1 弦をねしっかり鳴らしてあげるといいかもかですね。 F F シャープディミニッシュ A7 ね C A7で、D ですね、こういう押さえ方になってますね、ルートはね、D7、の時と同じで F シャープを押さえて親指で、で、ここで初めてね D の音を使ってますね。まあ、2弦は開放にして、ですぐ G、G7 こんな感じです、ね、はい、これでもうあとはエンディングをやるのみとなります。はい、それではエンディングをやってみたいと思います。この後ですね、こういう感じになりますね、こういうコードに4弦をねスライドさせていってますね。で親指はね、6弦の6フレット押さえてますね、セブンスですね、 フラットセブンの音ですね、 C に対してね、ナインス、C7 ナイスっていうコードですかね、これは。こういう響きですね。はい。で、それのね、人差し指、2弦の5フレットが6フレット、6フレットに上がってきますね。で、こういう、まあ、一瞬 B フラットみたいな、コードになりますね。
ここでディミニッシュ、これは C ディミニッシュっていうコードですね。まあ B ディミニッシュなり、まあいろいろありますけどね、この C ディミニッシュです。その次は1弦と3弦が、8フレット5フレットを置いて、そのまま弦を飛び越えて2弦の4フレット4弦の4フレットに来てますね。で1弦の開放を鳴らすと、これですね、3フレットに来ますね、4から3で C7 に行くと、F F シャープディミニッシュ C A7 D7 の時はこう、A7 もう一回、もう一回ですね。はい、最後はねこういう感じですね。僕が勝手に鳴らしている音ですね。で2弦は4フレット5フレットいきます。で A フラットいて、いかがでしたでしょうか。ちょっとね難しいところはあるんですけども、ぜひねチャレンジしてみてください。それでは頑張ってください。バイバイ。